そなた、煉獄とつながっているな。おい、マーリン、師匠が煉獄とつながってるってどういうことだよ。言うなれば、ホーク殿はこの世と煉獄をつなぐ回廊だ。俺が煉獄と？魔人王は長らく、ホーク殿の目を通し、団長殿を監視し続けていたのだ。マジか。だとすれば、ホークを通じて煉獄に行って魔人王から団長の感情を取り返せばいいんじゃない？残念だが不可能だ。え？どうして？呪いをかけられた団長殿は例外に煉獄へ行き戻ってこられた者を私は一人しか知らぬ。一人？でも一人はいたってことだよね。我が父にして賢者の都の長だった男だ。彼は研究の末発見した煉獄への扉をくぐり、たった一分だけ足を踏み入れ戻ってきた。廃人となり果ててな。一分で